皆さんこんにちは、しおりみチャンネルのしほです。はい、ということで今回はですね、今回はね、雑貨屋さんで2000円チャレンジをしていきたいと思います。今回ね、しほが2000円チャレンジしてきて、リミバージョンもあるんですけど、今回はしほバージョンということで、早速商品を選んでいきたいと思います。なんか後ろにいるんだけど怖くない？不審者、不審者、いきましょう。すごい。目立ちそう。絶対目立ちそう。迷う。うん、1ヶ月で使わなきゃいけないんだよ。上位陣が1ヶ月か。でも半額ぐらいはやばい。でも1ヶ月か。悩む。ピンクのキャップある。ということで入ってきました。というか日にちは別ですけど、よく違うし、まあね、そうですね。そうなんですけど。今日はIKEAですか。IKEAです。はい、IKEAです。IKEAです、ね。見てないけど、うん。ということでね、買ってきたものを紹介していきたいと思います。はい、まず一つ目はこちらです。この保湿ジェルっていうの、うん、アロエのジェルっていうのかな。を買いました。でもなんか良さそうだったので買ってきました。でも使ってみたかったんです、こういうの。なんか本格的なの持ってなかったんです。なんかアロエシリーズいっぱいあったよね。そう、いっぱいあっていいのかなと思って、うん、ちょっと使ってきました。はい、ね、小物系いきますね。はい、あとですね、こちらです。これはですね、リップなんですけど、ティントなんですけど、うんうんうん、消費期限がわずか1ヶ月しかないっていう、ティントです。で、これ836円なんですけど、消費期限がもう約1ヶ月っていうことで、半額になってまして、418円になってました、はい。もう半額はすごいなと思って、1ヶ月使いたいと思います。はい、今ね、マスクだから、ティントだったら落ちないもんね。ね、マスクにつかない。で、次はね、キャップです。赤青鉛筆のキャップがなかったので、キャップを買いました。使いたいと思います。やっぱ無地なんだね。そうです。これ、あの色違いバージョンを買って、今使ってるんですけど、赤青鉛筆のやつがなかったので、色違いを買いました。やっぱこういうのじゃないと私が嫌で、なんか。ガラガラしてるのも好きじゃないんだよね。こういうのが一番好き、うん、だからギョロ目も好きなのかもしれない。ああいうシンプルな透明に目がついてるとかついてない、透明じゃないとかね、そういうやつが好きなんですよ、はい。で、次にね、こちらのメモ帳です。これはね、メモ帳が欲しかったんで買いましたなんで。で、これクマなんですよ。からがなんかリミちゃんが好きそうな感じで珍しいね。だよね。なんか私もなんか使ってる、なんか柄っぽいの好きじゃないんだけど、なんか柄っぽいの好きじゃないとなんか女の子っぽくないじゃん。そうなの。たまにはちょっとね、うん、こういうの使って可愛い、この女子力を、この女子力をちょっとでも上げようと思って、うん、そうなの、ちょっと変えてみました。以上？
いや、あとね、うん、これは同時に紹介しちゃいますね、はい、最後、消しゴムにございました。物消し逆だね、こっちとこっちか、うん、まずね、物消し、物消しも逆じゃない、物消しのね、消しゴムとアースなんていう、なんだっけこれ、アーチだっけ、アーチ、アーチの消しゴムです。私は多分アーチ、うん、私は断然もみ消し派なんですけど、アーチってなんか女の子っぽいじゃないですか。私色くあげに変えました。でもこのもの消し可愛いんですよ。このものが本当に可愛くて、ちっちゃくてシンプルなんですよ。ほんと可愛いと思って。私さ、まだまとまるくんのあの巨大なやつ使ってて、家で、あ、全然なくならないんだよね。だからちっちゃいところが全然消せなくてさ、うん、ちょっとちっちゃめのやつを買って、うんうんうん、ちっちゃいところに書くやつをこれで消そうかなと思って。なんかでっかい消しゴムで消すとさ、なんか消さなくていいところも消えちゃう、ね、そう、消えちゃってあーと思って。確かに確かに、こういうちっちゃいのもありだなと思って、ね、使い分けが大事ですね。使い分けたいなと思います。はい、以上ですね。以上、はい、この6点を買ってまいりました。はい、これはね、どう使うか分かんないけど後で調べてみようね。初めてだね、いいかな、うん、でも保湿ジェルなんで多分塗るみたいな感じ、うん、そうだよね、まあ、綺麗な色だね。ね、テンション上がりそうな。ちょっと開けて匂いとか嗅いでみる、せっかくだから。嗅いでみますか、後で使い方調べなきゃね。でも保湿ジェルだから普通にもうお風呂上がりとかに塗ればいいのかな。え、めっちゃいい色するんだけど。そう、アロエ、アロエっていうか、あー、自然って感じの匂い。自然なんだ。自然じゃない。え、めっちゃカメラ撮れてるけど。え、そう、マジで今ので、マジで、すみません、すみません、ママがちょっと押しちゃって、すみません。はい、ということで、はい、自然の匂いがしました。はい、ということで今回はね、雑貨屋さんで2000円チャレンジをしました。はい、ということでね、これから頑張って使い切ります。はい、これもあと1ヶ月頑張って使います。使い分けたいなと思います。はい、ということで、それではバイバーイ。